やハロー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジラジオリンハマーです。はい、現在4月24日月曜日の午後1時53分ですね。はい、僕とロボコの20話見ていきたいと思います。 D アニメストアですね。ちなみに D アニメストア視聴するというボタンピッと押すとオレンジの画面がぐるぐる出るんですけども、これ3分のアニメです。オレンジ画面がなんと25分。はい、ちょっとイライラしておりますってことでね、今から多分笑えると思うんでね、楽しんでいこうと思います。では行きましょう。なおアニメ本編は流れません。ご注意ください。行きます。3、2、1スタート。ほう、ここの声が聞こえる。どんな11歳に。出たやつやらねよろしく、こいつもいいやつ。いや、ケンコバさんやないかいおっぱいおっぱい。めちゃめちゃ心ある膝じゃデザインや。あ、サムネイルや。ああ、ここやサムネイル。読めへん読めへんおっぱい何それはい、ちょっと千鶴くんの声が誰かだったか決めさせてくださいオチがケンコバさんのおっぱいって何やねんこれ。さっきこのオレンジ画面ぐるぐるが25分約。うわー、種崎あつみさん、マジかこれは分からへんわ。種崎さん少年役って初めて見たかもしれんな。少年役までできんの種崎さん、すごいね。はい、まあということで今回何、三船千鶴という、まあ、転校生が来た、心が読めてしまう。多分これゆえに何やろうね、そのいろんな苦しみを味わってきたっぽいね。どうせこいつもどうせこいつもって思ってた、ボンドと、ガチゴリラとモッツォ全員がいいやつやったと。で一緒に帰る中で、まあ、オーダーメイドはロボットやから心がほんまは読めへんはずが、ロボコは読めてしまう。でしかもあんた膝に認めてたのはね、膝被害者、略して被害者、ディザイアで、なんかわけわからんうちにロボコの精神世界に入ってしまったと。これは一体何やったんや。
で最終的にケンコバさんのおっぱいというわけのわからんオチ、まあこのアニメらしくていいですね。よし、こっから、確か残り8話かな、28話までらしいんで残り8話かな。よし、この三船千鶴くんもレギュラーなんかな、それともこの一発だけかな、わからんけど、ちょっと種崎さんやったらまたね出てきてほしいなと思います。心読めるキャラなんかおったよな、他にもシャーロットでも誰かいたいな、シャーロットでもいたし、心が読める、ああそれこそアーニャやないか。だから種崎さん心読めるキャラ2人目やなこれ。ああなんか今頃気づいてもうた。いやー、まあとりあえず面白かったですね。以上、僕とロボコ20話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の、自己紹介タイムです。興味のない方はここで切ってください。はい、自分はですね、世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在はコロナの影響により、約3年2ヶ月にわたって、仕事がまともにございません。今月も仕事は1本だけでした。3月3日までには48連休を経験。なんとか貯金だけでやってます。ただ10月以降はインボイス制度というものがスタートしますんで、収入が多かろうか少なかろうか1割を国に納めないといけないと。どうやって生活していくんでしょうか。まあそんな中でアニメのリアクションを、一生懸命自分なりにやってるつもりですけども、まあ2桁しか再生がされず、チャンネル登録も全く伸びず、はい、これによって昨年の4月の25日に一度だけ、もうメンタルが粉々に打ち砕かれてね、リアクションやめるという動画を出してますが、皆様の熱い応援をいただきまして、結局今日まで一日も休むことなく、1124日ずっと続けてます。ただ、一昨年の8月18日から2020年の4月頭にかけて、約1年5ヶ月分、推定2000本以上の、リアクションの動画、自らの手で削除させられるという、地獄を味わっております。まあ、それを乗り越えてやってますけれども、13年以上使っているこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったんで、昨年の9月の14日に新たに本職の、パフォーマーのチャンネル立ち上げてますんで、ぜひこっちも応援してやってください。毎日19時に1本だけ動画投稿してます。URL を説明文に載せてますんで、ぜひですね、1本でも再生していただいて、高評価、チャンネル登録いただけると大変助かります。ちなみに再生数2桁ばかり、チャンネル登録伸びずは未だ変わっておらず、はい、もう嫌々ながらずっと気合と根性だけでね、いつか花開くだろうと信じて3年以上続けてますんで、ぜひとも応援してやってください。はい。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてますんで、こちらもチェックお願いいたします。以上、アニメリアクションにことマジラジオ芸人ハマーシャ、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、失礼します。